こんばんは、かなめです。ある税の増税を許せば、その税金、その増税分っていうのは他の税金を上げるために使われます。今日はですね、すべての増税に反対してこそ意味があるというお話をしていきたいと思います。例えばタバコ税を上げることを許せばですね、役人というのはですね、消費税を上げるためにそのタバコ税の増税分を使うんですね。際限ない増税を、させないためにも、あらゆる増税、すべての増税に反対する必要性があります。でもですね、その前にそもそも大前提としてですね、今日本のその日本の国民がですね、政府に払っている税金というのは、所得の何パーセント程度か知っていますか？つまりですね、日本人が稼いだお金がどのくらい政府に吸い上げられているかということです。このことをですね、難しい言葉で言うと国民負担率と言います。さて、この国民負担率なんですが、2020年令和2年今年のですね、国民負担率は財務省によるとなんと 44.6% なんです。はい、これどういうことかというとですね、いいですか皆さん、日本人は稼いだお金の半分は国に持ってかれてしまうということなんですね。これ本当にね、やばいですよね。このグラフを見てください。ちなみにね、1970年では日本人の国民負担率っていうのは 24.3% でした。50年で 44.6%、 約2倍の負担が国民に課せられているということがわかります。昔はですね、100万円稼いだら手元に76万円残っていたのが、現在はですね、100万円稼いだら55万円しか残らないということなんです。これがですね、300万円だったら昔は227万円残ってたのが、今は166万円しか残らない。これね、額が大きくなればその分だけ差が開いていきますよ。はい、さて、この注目すべき国民負担率のグラフ、このグラフと密接に絡んでくるのはですね、紛れもなく1960年代から1980年代までの日本の高度経済成長期なんですね。かつての日本はですね、税金、つまり国民負担っていうのが低く、経済活動をするための規制も少なかったため、この高度経済成長期っていうのがあったんですね。さて、国民負担率が低いということはですね、昔は働けば働いた分だけ貯金ができ、投資もできるし、そして結婚がしやすかったってことなんですね。一方で令和2年、現代日本人はですね、国民の稼いだお金の半分程度政府に持っていかれますから、働けば働いた分だけね、半分、その半分も持ってかれるっていう重税なんですよ。日本の少子高齢社会と言われてる現況はですね、間違いなく経済不況にあるんですね。ここでですね、ありましたよね、自民党からの提案、結婚したら50万円支給とか100万円支給とか、またね、補助金かと、また補助金だよと。そんなのよりね、もう減税なんですね。少子高齢化を救う手段はただ一つなんですね。若者層が経済的に豊かになることなんですね。貯金ができ、投資ができ、お金が貯まれば若者の既婚率っていうのも上昇します。これはですね、世界のどの国を見ても明らかなデータであります。はい、さて、では話は本題に移ります。なぜ全ての増税に反対する必要があるのか。それはですね、増税された分の税金っていうのは新たな増税を作るために使われるからなんです。ここ重要なんですけど、俺らからしたらさ、タバコを吸わない人だったり、まあお酒を飲まない人だったら、そのタバコ税だったり酒税っていうその税金を払う必要はないとかね、関係ないかもしれないんですが、彼ら役人、政府からしたらですね、彼らにとってはタバコ税でも酒税でも消費税でもガソリン税でもね、一緒なわけなんですね。同じ財布に入るわけなんですね。そうなるとですね、彼らは上げやすい税金から取っていくことになります。例えば社会保険料とか消費税っていうのは、まあ、抵抗が強いので上げにくいのですが、国民がね、あまり関心がないところはね、上げやすいんですよ。そこをね、彼らはついていくんです。ではですね、実際に今政府が新たな増税を考えている環境税についての、政府の増税のやり方を見ていきましょう。環境省はですね、国民にまず環境税どう思うっていうね、アンケートを実施します。環境省はですね、民主主義ですから、民意が大事という大義名分を携えながらアンケートを実施します。はい、まずこのアンケート、環境税はすでにドイツやイギリスで導入されていますが、日本では最近環境省が具体的な提案をしています。それは平均的なご家庭で言えば、月額でコーヒー1杯分180円の課税となるものです。このような低い税率でも家庭や企業が負担することにより、例えば森林整備520万ヘクタール分、太陽光発電50万個分、風力発電1820基分、エコ住宅90万件分、エコビルディング 3.3 万棟分、グリーンエネルギー自動車35万台分の普及を後押しすることができます。あなたはこの環境税の提案を受け入れますか？
はい、これで、国民が受け入れると、回答した人が約 80% なんですね。このグラフ見てください。約 80% の人が、まあ、賛成ですね。で、一方で受け入れないっていう人が、環境税に反対が、約 20%、 受け入れないっていうのが 20%。 はい、これは環境省が委託したアンケートなんですが、しかし内閣府がね、環境税の導入についての賛成か反対かを単純に聞くとですね、はい、このグラフ賛成がですね 25% で、反対が 32%、 どちらとも言えないが 35% になるんですね。このようにですね、内閣府が調査すると環境税導入に賛成っていう人たちはね 25% しかいないんですよ。しかし環境省が調査すると 80% が賛成となってしまいます。なぜこんなことが起きるんでしょうか。それはですね、環境税を導入したい環境省がアンケート取るので、そのアンケートはですね、環境省のポジショントークになるからなんです。つまり環境税はいいものだよというありきで質問をするからなんです。はい、ここでですね、環境省がまあアンケートを実施するからと言いましたが、実はですね、環境省のアンケートはですね、環境省が委託したみずほ情報総研というところに委託されて行われています。つまりですね、そのみずほ情報総研というね、まあ、政府御用達のシンクタンク研究機関にお金を払って、調査させてるんですね。当然その委託費っていうのは税金なんですが、2015年から2017年度の間で、環境省から716件の事業が委託されています。はい、ここでもらっている金額が213億9600万円。この税金が、みずほ総研に流れてるんですよ、環境省からね。環境省からね、これだけね、税金がもらえるならですよ、環境省の望むアンケート結果になるように誘導した、アンケートにするっていうのは、みずほ総研にとってはまあ当たり前のことなんじゃないでしょうか。はい、いいですか皆さん、環境省はですね、新しく環境税を導入することを目的にして、その目的の結果ありきで物事を進めているんですね。そしてその仕事を請け負ってくれる政府御用達のシンクタンク研究所に、委託、税金を大量投入して、環境税は民意を得ていると言わせるんです。そしてこの結果を見た政治家が、国民は環境税に、まあ、賛成なんだなって、じゃあ増税できるな、こうなるわけなんですね。はい、つまりですね、今日何が言いたいかというとですね、税金っていうのは新しく税金を作るために使われるものなんですね。政府は上げやすいところからどんどんそこにつけ込んでね、上げていくんですね。したがってですね、僕たち国民が消費税はそのままがいいけど、法人税は上げてもいいかなとか、法人税はそのままがいいけど、まあ所得税は上げてもいいかなとかいうのはですね、向こうから役人からしたら、まあ何の意味もない。むしろですね、役人からしたら片方上げられたら、じゃあそのもう片方上げるために全力を尽くすことができる、こういうわけなんですよ。残念ながらですね、日本の官僚や政治家は基本 99% 増税派なんですね。みんなリベラルな経済政策をする政治家なんですね。アメリカの共和党のような保守政策、つまり減税と規制廃止の経済政策を取る議員っていうのは、日本にはもう限りなく少ないです。で、僕たちがじゃあ何ができるかっていうと、まずはじゃあ直接でもいいし、ツイッターでもいいです、ネットでもいいです。例えばある議員にリプをするんですね、突撃するんです。あなたは消費税の減税に賛成ですかって聞いて、まずは現地を取るんです。で、そして消費税本当は減税に賛成なんだけど、社会保障云々で増税は致し方ないとかね、なんかそういうことを言う議員は片っ端から落選させるんです。これがね、まず第一歩なんです。いいですか皆さん、減税をしない小さな政府志向ではない議員っていうのは保守議員じゃありません。保守政治家とはですね、減税と規制廃止で民間経済を取り戻し、富国強兵を実行する政治家のことです。増税に賛成する議員をですね、まずはネットで見つけ、片っ端から落としていく。この人は増税に賛成ですよとね、みんなに拡散させる、まあ、ツイッターとかいいですからね。まずはここから始めましょう。はい、今日もご清聴いただきありがとうございました。動画投稿の励みになるので、皆さんチャンネル登録と、皆さんグッドボタンお願いします。明日も日本の誇りを取り戻す。